ゼラチンを完全に溶かし込んでいきます。これ。これがまあ、通常のカップサイズのやつですね。はい。今回はコラボ動画でございます。昨年もさせていただいたんですけども、Aグループ北海道さんのですね、天下統一プロジェクト。こちらにですね、今回もなんと参加させていただくことになりました。ありがとうございます。前回はね、チーズテリーヌですね。その時の様子もね、概要欄に貼っときますんで、そっちを見てください、皆さんね。今回はですね、お砂糖ですね。またデザートです。僕デザート作るの結構ね、珍しいんですけども、このデザートはマジで自信あります。僕が今回作るのはですね、至高の杏仁豆腐。杏仁豆腐大好きなんですよ。中華料理屋行くと必ず食べるぐらい杏仁豆腐好きなんですけども、今回は僕が一番美味しいと思ったやり方、まぁ、ちょっとね、材料、特殊なものも入るんですけども、抜群にうまい。最高の杏仁豆腐になりますので、今作っていきたいと思います。リュウジのバズレシピ。はい、それでは材料説明いきたいと思います。もうこちらですね、何はともあれお砂糖でございます。こちら北海道産の上白糖ですね。こちらを使っていきます。北海道産のお砂糖ね、かなりあるんですけども、こちらもスズラン印のやつね。はい、天才糖みたいですね、これね。こちらグラニュー糖ですね。グラニュー糖はまあサラサラしてるんでね、スイーツ作りにかなり適してる子はいるんですけども、今回は上白糖を使っていきたいと思います。他の材料ですね、杏仁霜っていうんです。まあ杏仁霜とも言うんですけども、輸入雑貨店とかでは売ってるんですけども、これ、用意してください。何かっていうとね、杏仁パウダーなんですね。アーモンドパウダーとかで代用したりもできるんですけども、ぜひ今回はこの杏仁パウダー、はい、使ってください。なんか通販とかでも買えますんで、これを用意してください。起伏食品っていうところのやつですね。これ僕がいつも使ってるやつ、はい、こちらが北海道産の牛乳ですね。あと北海道産の生クリームですね。で今回ね 43% 乳脂肪分 43% のものがあるんですけども、おすすめはね、乳脂肪分高めの 47% ぐらいまであると思うんですけども、 47% のものでもいいです。35% だとかなりあっさり味になりますんで、できれば乳脂肪分高めのものがおすすめです。 35% 使う場合は牛乳とゼラチンを減らしていただければ大丈夫です。あとゼラチンですね、これが、杏仁豆腐を固めます。寒天でやるタイプのものもあるんですけども、今回はちょっとコクのあるタイプの杏仁豆腐になりますんで、ゼラチンを使います。あればでいいです。好みにですね、水で戻しております。これがあると赤がね映えるんでね、なかったらないでも大丈夫です。はい、じゃあ以上の、感じでやっていきます。はい、じゃあ今回はですね、至高の杏仁豆腐を作っていくためには何が必要かっていう、北海道の食材をふんだんに使ったスイーツなんですね。作っていくためにやはり北海道にね、リスペクトを持っていかないといけないと私思いまして、今回はですね、この北海道産のお酒をねいただきました、皆さん。ありがとうございます。ということでですね、今回はですね、ウイスキーかなと、厚岸産のウイスキーですね。これでハイボールをちょっと、いやこれはね、飲みたいとかじゃないんですよ。北海道にリスペクトを持つためですから、皆さん。ああ、これ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 、北海道にリスペクトを持っていかなきゃいけないの、やっぱりね。ロックで飲みたいところなんですけどね、長く楽しみたいので。ということで、北海道にリスペクトを持っていきます。いただきます。あー、これだ。スモーキーな香りがね、香りが、心がリスペクト。はい、ということで、早速作っていきたいと思います。じゃあやっていきたいと思います。ゼラチンなんですけども 10g でございます。はい、これにですね、水を入れてね、ちょっとふやかしていきます。水ね、まあ、40cc ぐらいふやかしていってみます。で、まず牛乳を注ぎます。 600cc ですね、これ入れていきますね。はい、はい、じゃあ 600cc 入れました。お砂糖とね、杏仁霜を入れていきます。 50g です。この 50g の、お砂糖を入れていきます。大体僕はこの分量でね、 30g 使います。甘さと杏仁の香りがついた方がいいっていう方は40g ぐらい入れちゃってもいいと思います。僕が使ってるのは起伏っていうところなんですけども、他のところは結構甘かったり香りが強かったりするところもあるので調節してください。もし調節するのが面倒くさかったらこれ買ってくださいね。はい、で 30g、 はい、30g ちょいぐらい入れたかな、今な。弱火にかけながら溶かしていきます。ちょっと強めの弱火で大丈夫ですね。よくかき混ぜて、火にかけてるんですけども沸騰させないようにしてください。温度としては80度ぐらい、沸騰させないぐらいですね。この杏仁のいい香りが、杏仁のいい香りが漂ってきますんで、それをおかずにして飲みます。北海道三昧。味の想像がちょっとつかないっていう方は砂糖完全に溶けたらですよ。うまいね、もうこの時点でうまい。で、この杏仁豆腐自体はちょっとね、これから生クリーム入るんで、で、ちょっとね、甘さ控えめな感じになってます。まあ、よくかき混ぜていく。沸騰するとね、ミルクの風味が飛んでしまいますので、ね、せっかくね、北海道産の牛乳なので香りがいいものなので、沸騰はさせないようにします。かなり熱いですね。もう大丈夫です。ふやかしておいたゼラチンをね、入れていきます。
で、火は止めちゃいました今。溶かし込んでいきます。ゼラチンは熱で溶けるので、これぐらいの温度になるとね、溶けてきます。よーくゼラチン溶かしてくださいね、これね。この時はね、完全に火止めちゃって大丈夫ですよ、皆さん。ゼラチンを完全に溶かし込んでいきます、これ。で、完全にもう溶けてこんなと思いましたら、ボウルに移していくんですね。で、これを、できればね、ザル。ね。きめ細かなザルで通してください。そうするとね、溶け残った、ゼラチンとかがね、こされますんで。はい、こんな感じですね。ちょっとね、人肌になるまで、冷やします。はい、じゃあですね、人肌に今、冷めました。常温に置いてます。これ触れるぐらいになったらでいいです。あんまり熱いとね、生クリームの香り飛んでしまうんで、ちょっと冷ましました。こんな感じでね、もうね、一つ全部使っちゃう今回は。で、あんまり冷え冷えだとね、まあ、この状態で固まってしまいますんで。でね、結構できるんですよこれ。 4,5 人分ぐらいはあると思う。甘さ控えめ、ちょっとコクあって完璧ですねこれね。ちょっとっと注いでくださいね。もうほんと固まるまでなんですけども、でかいとね多分ね 3,4 時間があると思う。でもちっちゃいのだと固まるまでです。急いでる方は冷凍庫でもいいんですけども、冷凍庫に入れた場合は凍らないように気をつけてくださいね。はい、冷えれば冷えるほど固まります。じゃあ冷やしていきます。はい、ということでですね、2時間経ちました。2時間の間に私は、厚岸ハイボールは全部飲んで、北の錦をいただいてるんですけども、めちゃうまい、これ。2時間ね、冷やして、まあ、ちょっと最初、冷凍庫でちょっと急速冷凍したりしたんですけども、あのね、シロップをね、作るんです。シロップを入れたね、杏仁豆腐って、すっごいじゃん。ここで甘めに設定するんですね。甘さが欲しい方は。杏仁自体はそんなに甘くなくやってるんですけども、このねシロップを甘くするんですよ。そうすると甘さの調整がすごく容易になるので。で、冷たいお水でやってくださいね。このシロップ超大事です。あ、これですね。 200cc のお水に 30g の砂糖を溶かしました。これでございます。で、これね、ナイフでね、こうちょっと切るんですよ。はい、そしてここにシロップね、まあ、大体これぐらいの器だったらね、大さじ2とか2とちょっとぐらい、うん、僕好みですね。これをこう、ね、これがまあ通常のカップサイズのやつですね。はい、で、持ちプルになってます。3回ぐらいすくってこんな感じいいんじゃないですかね。まあこれは大さじ2杯ぐらいでいいかな。これシロップね、く好みですね。はい、なくても味はそんな変わんないんですけども、あるとね非常にスイーツ感が増すんですよね。私がもう本当に美味しいと思う至高の杏仁豆腐、完成でございます。それでは出来ましたので食べていきたいと思います。いただきます。ジン合わせてもいいかもしれないですね。自由ウイスキー株式会社クラフトジン。甘いものと合わせるんだったらちょっと爽やかな方がいいんで、はい、じゃあいただきます。この格よ、これがこれなんです。シロップとともいただきます。世界中だと思う、この杏仁豆腐。うまい、本当にうまい。ジンの爽やかさすげえ合うな。俺は杏仁豆腐の最高峰はこれだと思う。バケツで食える杏仁臭がするはするんですけども、そこまで主張せずに全体のバランス保ってるんですね。シロップは入れてほしい。甘みを外から足してスルッと入るようにしてくれるんですね。すべてのバランスが保たれてるんじゃ。食べちゃいます。ああ、お待たせです。ああ、です。まあでも10年前のレシピは全部勝ちだから俺、リュウコの部屋なんで。ありがとうございます。すごいね、うまくない？うん、杏仁豆腐いただきます。とろっとろ、うん、すごいね。人生で一番うまいじゃん。そうだね。これはお店だね。すごっ、もっ。俺ね、何回も作った。生クリームと牛乳の配分だけでも違うし、ほうれん草のもの自体も結構いろいろ違うから、何回も作って
て、このシロップを入れることで完璧な杏仁豆腐になる。甘いの苦手な人もさらっと食えますよこれ。じゃあとそっちの方です。天才。そういうことですよ皆さん、完璧にお店で出せるクオリティになってます。本当にこれだけは食べてください。めちゃめちゃ自信ありますんで、その素晴らしさっていうのかな、これ共有したいですね。ぜひ作ってみてください。はい、ということですね、今回の動画で作りました至高の杏仁豆腐。まあね、強烈も手に入れなければいけないし、ちょっとハードルが高いレシピだと思いますね。まずこれでですね、クラウドファンディングの幕開けで売り出させていただくことが決定しました。こんな分量作ってらんないなとかっていう方は、ぜひですねこの幕開け、チェックしてみてください。同じ、ものがですね食べられるようになってますね。ぜひよろしくお願いします。